今日は小川自治会の餅つき大会が小川幼稚園の園庭で行われております。ただ今都議会議員の吉原治さんが登場しまして餅つきを頑張ってもらっています。上着を脱いでのこの本格的な餅つきのスタイルです。今日は昨日もちょうど高架坂で一緒になりましたが今日もこの時間一緒になりました。昨日は写真だけでしたが今日は動画をちょっと取り入れて撮影したいと思いますのでうまくついていただきたいと思います。この自分でついてもらった餅を後で食べてもらうのも一番おいしい味じゃないかなと思いますので、ちょっとサウスポーなんでこの返し手の方にちょっと気を使っての進行です。今日は天候も穏やかで皆さん方楽しい一日を送っているところです。この後この吉原都議がついた餅を子どもさん方にこの続いてついてもらうことになります。そのためにきれいに仕上げてもらいたいと思います。はい、ありがとうございました。どうぞ頑張ってもらいました。ありがとうございます。